さてこちらもお盆の三連休で多くの人の姿が上りで混雑のピークが予想されていた東海道新幹線現在の状況ですこちらは現在の JR 静岡駅東海道新幹線のホームの様子です JR 東海によりますと午後5時時点で東海道新幹線光の乗車率は上りが90%下りで100% 小玉の乗車率は上りりが50%、下りで40%下でとなっていますまた午後6時現在、東名高速は事故のため上り御殿場ジャンクションから大井松田インターチェンジまでが16キロの渋滞、下り吉田インターチェンジ付近で12キロの渋滞などとなっています。